シュムエル・ヨセフ・アグノンは、ノーベル文学賞を受賞した、最初のヘブライ文学作家。1966年に、ネリー・ザックスと共同で受賞した、シャイ・アグノンとしても知られる。近代ヘブライ文学の中心人物の一人とされる、アグノンは、オーストリア・ハンガリー帝国内のガリツやロドメリア、王国ガリチア地方ブチャチで、シュムエル・ヨセフ・チャチュケスとして生まれた。父親は、毛皮商人で、 アグノンは学校に通わなかったが、母親が彼にドイツ文学を教えた。彼は15歳で諸女作の詩をイディッシュ語で発表した。その後の3年間で70編の作品をヘブライ語とイディッシュ語で発表する。彼は最初の短編小説、捨てられた妻たちをアグノンのペンネームで1908年に発表した。1909年にパレスチナに移住し、その後は ヘブライ語での作品発表を行った。1913年にはドイツに移り住み、ザルマン職権の協力を得て、作品発表を続けた。1924年6月6日、火災でその家と蔵書のすべてを失い、イスラエルへの永住を決意、エルサレム郊外のタルピオットに今日構えたが、1929年のアラブ人暴動で、彼の蔵書は再び失われた。 イスラエルの五十シンシェケル札にその肖像が描かれている。1954年と1958年の二度、イスラエル賞を受賞した。ありがとうございます。